ミノア文明。ミノア文明は、英芸文明のうち、クレタ島で栄えた、青銅器文明のことである。伝説上のミノス王にちなみ、ミノス文明とも呼ばれるが、クレタ文明と呼ばれることもある。紀元前2000年頃の中期ミノア期に、地中海交易によって発展し、クノッソス、ファイストスなど、島内各地に、地域ごとの物資の貯蔵、再分配を行う宮殿が建てられた。 宮殿以外にも、コモスやパレカストロのような港湾都市が繁栄。また、貿易を通じて、エジプトやフェニキアの芸術も流入し、高度な工芸品を生み出した。紀元前18世紀頃には、千文字 A を使用している。紀元前1600年頃の後期美ア秋には、各都市国家の中央集権化、階層化が進み、クノッソス、ファイストスが、島中央部をマリアが、 島東部をそれぞれ支配するに至ったが、木材の大量伐採による、時間境の破壊が文明そのものの衰退を招き、紀元前千四百年頃に、ミ受ケ内いの赤い野人が、クレタ島に侵入、略奪され、ミノア文明は崩壊した。クレタの宮殿建築は、非対称性、有機的、機能的な構成で、中庭は、外部から直接に侵入することができ、かつ建物の、 各部分への動線の起点となっている。建物は常に外部に対して開放されており、当時のクレタが非常に平和であったことが推察される。初期の宮殿建築では、宮殿に接して、市民の公共空間が設けられていたが、後期ミノア時代に、社会体制が中央集権化、改装化するとともに次第に、公共空間は、スタレ、他の建築物が建てられた。 再生を一体として言っていたために独立した再議場を持たない。ミノア文明は紀元前15世紀半ばに突然崩壊した。その原因をイギリスの考古学者アーサー・エヴァンスらはサントリーニ島の巨大爆発、ミノア噴火に巻き込まれたとする説を唱えた。しかしアクロティディ遺跡の調査によってミノア文明が滅んだのは ミノア噴火より50年後ほど経た後であり、サントリーニ島の噴火が直接の原因ではないことが、ほぼ確定している。クレタ島では、ギリシャ本土やキクラデス諸島と並行しながら、独自の進化を遂げていた。そのため、本土や島諸部で発掘される、ソースボートは、クレタ島では稀にしか発見されず、その逆に、クレタ島で発掘される、バシリキ様式、ティーポットは、 本土や島書部で発見されることは稀である。そのため、初期青銅期時代に、キクラデス諸島での文化断絶が発生したにも、かかわらず、クレタ島ではその傾向は見られず、中期青銅期時代に至ると宮殿が築かれるようになった。この青銅期時代の文化推移について、クレタ島では、英華界で見られる初期、中期、後期と、並行した形で全宮殿時代、古宮殿、 第一宮殿時代、新宮殿、第二宮殿時代、初宮殿崩壊後、最終宮殿、もしくは、クレタの未経年時代という区分が用いられることが多い。なお、各時代は、河原家の様式の変化に伴い、右の表のように細分化されている。ミノア文化の清水については研究者の間でも、議論が続いており、後編年を取るもの。 平変年を取る者の,の間で100年ほどの差が出ている。ミノア文化について明らかにするには、千文字 A の解読、宮殿から得られる情報の整理、宮殿周囲の都市やビラ、聖域なども考慮して研究することが必要であるとされており、研究が続いている。この細分化された変年で全宮殿時代に属する EMI、ME、MEE、初期青銅器時代、MIA、 中期青銅期時代初期のにおいて EMI はピュルゴスカワラケと呼ばれる部分的に磨かれた装飾が見られ開国色の土器または水差しが発見されることの多い白色に赤線が描かれたアイオスオヌフリオスカワラケが代表となるエミーはさらに A と B に細分化されており A の方ではクーマサドキと呼ばれるアイオスオヌフリオスカワラケが発展した サイモンドキや国分が彫られた灰色ドキが見られる。それに対して B ではバシリキカワラケが多く見られる。このバシリキドキはクレタ頭部に多く分布しており、器の外面が磨かれ黒や赤の光沢があるブチが見られるのが特徴である。エミーでは黒地に白で文様が描かれているが、この特徴はウミアにも受け継がれており、ウミアでは赤色がこれに加わっている。 全宮殿時代の代表的遺跡として、ミルトスのフルヌーコリヒ遺跡が挙げられるが、この遺跡はエミーに所属する。この遺跡はエミー末期に焼け壊した後、定住者が現れなかったために、当時の様相を残っている。この遺跡は計画的に建てられたものではなく、家々も小さな部屋で構成されているが、その後の時代に形成された宮殿のような大型の、 貯蔵庫とおぼしきものが発見されている。また、遺跡周辺には膨大な数の石皿が発見されており、当時、この遺跡で穀物が粉にされていたことが想像されている。埋葬については、共同墓地に何世代もの人々が葬られており、クレタ中部のメサラヒラノで見られるトロスボ、クレタ東部のモクロス島で見られる長方形の施設が存在する。ただし、 このトロス墓はミケーネ時代のように地下ではなく地上に作られている。また、アルハネスのトロスシーではキクラデス文化の石具が発見されており、クレタ島とエーゲ海島諸部が交流していたことが伺える。その後、前2000年頃になると、クレタ島におけるミノア文化を特徴づける宮殿が成立することになる。これらの宮殿は計画的に建設されており、また、 規格化もなされている。そのため、フルヌーコリフィの集落のように、自然発生したものではなく、クノッソス、マリア、フェストス、ザクロスで発見されたそれぞれの宮殿は、基本的に同一な構造である。これらの宮殿の規格構造が同一であることは何らかの人物が、主導したと想像されており、この宮殿の成立によって、 ミノア文化の人々が支配する側と支配される側と二分化が始まっていたと思われ。また、宮殿は中央に長方形の広場が形成され、その周囲に各種機能を担うブロックが配置されているが、この西側にはさらに広場が構築されている。この西側の広場から宮殿を見た時に宮殿が最も異様を持つようにされており、ここにも二分化の傾向が暗示されている。 この時代、カマレスカワラケと呼ばれる白、クリーム色、赤、オレンジ色で大胆に抽象的文様が描かれた土器が生まれる。また、身吹きに入るとろくろが導入されたと想像されており、その技術はかなり向上している。これらの高い技術は、宮殿の成立に伴って政党が専門化されたことにより生まれたと考えられている。クノッソスの宮殿のサイコブは、身部に属しているが、 この時期に宮殿が完成されたわけではなく、北西部と西側の貯蔵庫が最初に構築され、その後、東側の建物が構築されたと考えられている。西側の広場では、クールーレスと呼ばれる円形のピットが3つ掘られており、これらは穀物を地下に貯蔵していたとされている。また、最西部では、オリーブ油やワインなどが貯蔵されており、 宮殿が構築当初から農産物の貯蔵に使用されていたことが伺える。また、中央広場東部では、河原家の保管や、宝石の作業場として使用されていたことが推測されており、これらの発展は、メサラ平野のフェストス宮殿でも見ることができ、フェストスでは古宮殿時代は、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3の3段階に分けられているが、それぞれのフェーズで貯蔵庫。 加工の場としての性格が進行している。クノッソスの宮殿における祭祀、行政の中核は宮殿西翼の東部で行われており、この中でも重要な箇所である玉座の間は過去にミケーネ時代、エレメブに至ってから構築されていたと思われてたが、その後の研究の結果、この時代に構築されたことが明らかになっている。このようにクノッソスでは採取施設が 宮殿内部に構築されていたが、マリアの宮殿では、宮殿外のミュち区、クワルタイムと呼ばれる複合施設に構築されている。これら古宮殿時代の宮殿は後編年では、全1780年に地震で全て崩壊したと考えられている。しかし、その後、崩壊した宮殿の上に、同様の計画をもって、より規模を拡大した上で再建されている。 新宮殿時代に至ると、河原ケフェーズでは、ミーからエレミブに分類されるが、この時代に、ミノア文化は、最盛期を迎える。ミー期に入ると、カマレス土器はあまり見られなくなり、その代わりに、喫光波状文が施されたものが現れ始める。さらに、器の形状も様々なものが生まれ始め、 後期青銅期時代に見られる土器で導入された技術が生まれ始めているのがミイの特徴でもる。ローミヤキに入ると、名色地に暗色、赤、茶で水平方向に渦巻きや草花を描くことが普及し始める。草花文はカマレスカワラケにも描かれることがあったが、ローミヤキはそれと違い柔軟で自然主義的な様が多く、これはフレスコ画にも共通している。 エレミブに入ると新たに宮殿伝統として高度な芸術性を持った生成土器群が現れる。この土器には海洋門様式、草花門様式、中小門様式、交互様式の4様式が見られる。古宮殿時代に一度は崩壊したクノッソスの宮殿もその上に新たに宮殿が再建された。この再建は同時に行われたものではなく、 徐々に造営されたと考えられている。この再建時に玉座の間も玉座が作られ、それを取り巻くベンチも作られたと考えられるが、この玉座が作られた経緯、その機能については、現在も議論が続いている。ただし、玉座背後の壁には1体のグリフォンが描かれているが、この1体のグリフォンが印象などに描かれていた場合、 女性を守る図で描かれることが多いことからこの玉座に座って宗教的もしくは世俗的な行為を行ったのが女性であった可能性が高い。また玉座の間の南側には宮殿における信仰の中心地であったと考えられている神聖な円柱を含む祭祀施設が構築されており、さらにその奥側には神聖な穀物を保管する地下格納庫が構築されていた。 この地下格納庫では、統制の蛇を持つ女神像や千文字絵が刻まれた粘土板が出土しているが、これらのものが同じ場所で出土したことは、祭祀と行政が固く結ばれていたことを示していたと思われる。新宮殿でも中央広場が構築されており、この広場では牛飛びの儀式が行われた場所とされているが、これには異論も存在しており、 西側広場で行われていたものを描いたと思われるフレスコ画と大広場で行われていたものを描いたフレスコ画では描かれた若者の服装や髪型に違いが見られるが、これはこの広場が運動場であったわけではなく、集会場、いわゆる古代ギリシャにおいて行われたアゴラを暗示するものと考えられている。ミノア文化の宮殿は各地から集まる物資の貯蔵、加工を行い、 それを再分配するシステムの中心地であった。マリアやザクロスでは宮殿を中心に町が形成されている。ただし、ザクロスの場合は海に面した地域で港湾都市が形成され、その後、宮殿が形成されたと推測されている。グルニア、コモス、パレカストロでは宮殿とは別の箇所で町が形成されている。特にパレカストロでは町の規模が宮殿を上回っており、 街道を中心に形成されている。また、発掘が進められているコモスも、港湾都市であり、宮殿と同規模の町が発見されている。新宮殿時代に至ると都市とは別に、ビラと呼ばれる孤立家屋が普及し始める。ビラは、複数の部屋で構成される一軒や、もしくは、複数の家屋群で構築されていることがあるが、これらは、宮殿と同じように物資の貯蔵施設があり、 アルハネス南のバシペトロのビラではワイン、オリーブ油を製造する意向が発見されており、さらにこのビラは円柱を巡らした吹き抜け2階部分にバルコニーがついたものが発掘されており、これは当時の姿をよく伝えている。ミノア文化は多神教であったが、宮殿は信仰の中心地でもあった。各地の宮殿は祭祀に関わる施設が作られ、多くの宮殿には 聖域が構築されており、そこには性別の核が飾られていた。ミノア文明発掘は1884年、クレタ島を訪れたイタリアの研究家ハルブヘルによる前5世紀に表されたとされるコルティウ法典の発見が講師となった。その後、イギリスの考古学者であるアーサー・エヴァンズはエジプトやメソポタミアの例を見る限り、 ハインリッヒ・シュリーマンが発見したトロイアとミュケ内における高度な文明は文字なには成立し得ないと考え、アテネの店先で見た、クレタ島起源のゴ符のような印象に、小形文字と思われる記号があったことから、クレタ島へ向かった。エヴァンスは、クレタ全域を踏破した後、ギリシャ人ミノス・カロケリノスが1878年に発見したケファラの丘を発掘地に定めた。 エヴァンスにとって幸運なことに1900年にクレタ島がオスマン帝国らギリシャ領となっていたことやミロス島のフィラコピー席に携わっていたマッケンジーの協力を得たことにより発掘は順調に進んだ。1900年クノッソス宮殿が発掘されギリシャ本土より200年以上前にギリシャを彩った文明の痕跡が発見された。エヴァンスはこれをミノア文明 ミノアンと名付けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。